こんにちは、粟田洋介です。少し前の動画で人の真似をするのは悪いことかというお話をしました。そして盗作はダメだけど、誰かの作品からインスピレーションを得るということは決して悪いことではないという内容でした。そして今日はどこまでがパクリなのか、インスピレーションを得るということはどういうことなのかというお話をしたいと思います。さて、作品には著作権というのがあることを皆さんご存知だと思います。ウィキペディアでちょっと調べたんですが、盗作というのは人の作品を全部または一部をそのまま自分のものとして無断で使う行為のことだそうです。この無断で使うっていうことも、あなたの真似してこんな作品作ったんだ、すごいよくできてるねって言ったとします。で、それは許可を出したんじゃなくて、その作ったものに対して上手にできたねという意味で、ちゃんとこれこれこういうことに使いますということを話してないとダメです。そんでちゃんと使うからには使用料とかそういうことが発生することもあるので、そういう話もちゃんとしてから契約を結ぶとか、そういうことも全部含めて許可をもらうということですよ。で、まあ絵描いてて気になるのが、どこまで似てたら著作権の侵害になるかということですね。ある法律事務所さんのサイトを見つけてちょっと読ませていただいて、すごく興味深かったので下の概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方はチェックしてみてください。で、その法律事務所さんのサイトによると、盗作に当たるかどうかは、その作品は誰かの作品を参考にして作ったかどうかということと、その作品がその参考にした作品と類似しているかどうかということだそうです。そして実際にトラブルになるケースというのは、その作品を参考にしたかということよりも、似ているかどうかというのが著作権侵害になるか否かの判断において重要になるそうです。で、このサイトには裁判で著作権侵害になったケースとならなかったケースが、実際にそのイラストを載せて説明してあったのですごく面白かったんですが、2つの作品があって、作品のありふれた部分が似ている分にはまあ OK だったんですが、その作品の特徴的な部分が似ていた場合は著作権侵害となっているようです。盗作っていうのは著作権侵害という犯罪です。でも法律的なこと以前に、たとえ法律的な網をくぐり抜けたとしても、その作者への尊重とか、まあ絵を描く人だったら絵を描く上でのモラルとか、まあ道徳とかね、あとは自分がアーティストとしての誇りとかプライドとか、そういうものがあったら盗作なんて考えないと思うんですよ。というか盗作になるような作品は作らないと思うんですね。でも、どこまでがパクリかっていうことを知っておくことも大事だと思います。そうしないと法律違反にならなかったとしても、せっかく描いた絵がパクリだと思われてしまいます。さて、どこまでがパクリということなんですが、誰かの作品に似てしまう理由っていうのは何なんでしょう。もう自分で考えて描いた絵が誰かの見たこともない絵とたまたま似ているっていうことも、もしかしたらあるかもしれません。たまたま似ていて、それで著作権がどうのって言われた場合は、まあその時と場合に合った対処方法があると思います。まあそれは法律的なことなので、弁護士さんとかに相談するような内容だと思います。で、もしアーティストとしての誇りがあるのなら、先にそれを表現した人っていうのを尊重して身を引くというのも一つの考え方だと思います。ちょっと今日はそういう話がしたかったんじゃなくて、絵を描く上での注意点ということですね。誰かの絵を見て参考にして自分の作品を描く場合のことなんですが、その見た絵と全く同じにしなければいいというものではありません。さっきの法律の例もそうだったんですが、モラルとして考えた場合は、その法律よりももう少し厳しく考えなければならないと思います。だから、そっくりだけど形をちょっと変えてある、色を変えてみた、構造を少し違くした、ちょっと何かを付け足した、もしくは何かを省略した、その程度の工夫ではまだまだパクリに見えてしまうと思います。法律にだって引っかかるかもしれません。まあ法律のことは分かんないですけど、数字で言うと 10% とか 20%、 その程度しか書いてないのであれば、パクリに見えてしまうことが多いと思います。模写と同じように、まだ練習の段階だと思います。まあそのパーセンテージだけじゃないんですけど、もし見て真似するんであれば、取り入れる部分っていうのは 10% とか多くても 20% ぐらいにしといた方が良いのではないかと思います。ただし、すっごい特徴的な作品ってありますよね。最初に言ったように、盗作っていうのはその作品の全部または一部を真似しただけでも盗作になる場合があります。
このぐらいの作品があってほんの一部だけそれをそっくりそのまま書いたとします。でその部分がその作品の特徴的な部分、そのアーティストのシンボルみたいな部分、そういう部分をそのまま写して描くぐらいそっくりに描くと、ちょっとずれてもイメージがもうそのまんまみたいになってるともうパクリに見えちゃいますよね。なので人の作品を見ながら自分の作風を作り上げるっていうのもものすごい時間がかかることだと思います。20年ぐらい昔なんですけど、私は人の作品を自分の作品に取り入れようとしてそれでスランプになっちゃったことがあります。アイデアを取り入れる、でもパクリに見えないようにする、自分のものとして表現していく、それってかなり難しいことだと思います。今の私は自分の作風を持っているので、ちらっと誰かの作品を見た時に面白いなと思ってなんとなく自分の作風に取り入れることができます。でも自分の作風が出来上がってないうちに人の作品見ちゃうと、自分がシンボル的なものを持ってないものですから、相手のそういうシンボル的なものに目がいって、そういうものを使っちゃうっていうことがあるかもしれません。結構難しいですよね。20年ぐらい前に私がスランプになっちゃったのは結果を急いだからかもしれないですね。人の部分からそうしたいああしたいっていうのを見すぎちゃって、で結果を急いでスランプになっちゃったっていう感じだったと思います。まあこんなのね、何年もかかるもんだと思って焦らずに模写したり、まあ半分ぐらい真似したり少し変えたりとかしていって、まあそれを公表するのはまずいけど、公表するとしたら誰々の真似をしましたって言っちゃった方がいいと思います。あからさまな真似をされたら、真似されたアーティストはパクられたと思うでしょう。もし私の作品を誰かがパクったら、まあそれは私の作品をいいと思ってくださったから真似をしたんでしょうけど、決していい気持ちはしないと思います。パクった作品を自分の作品として公表したり何かに使用したり販売することは言語道断です。下手すると犯罪です。まあ法律的なこと以前に、作風というのはアーティストが努力をして作り上げたものです。私の場合も何年も何年もかけて、楽しいこともありましたが苦しい思いもして作り上げたものです。パクられるっていうのはそのアイデアを盗まれるということですから、やっぱりいい気持ちはしません。それでも著作権なんてなんでそんなものあるんだって思う人も多いかもしれないですし、発想とか想像とかアイデアとかデザインとかそういったものの価値なんて全くないと思っているような発言を耳にしたことが何度もあります。例えば技術的に簡単に描けちゃう絵があったとしますよね。それでそんな絵誰だって描けるっておっしゃるんですよね。確かに見て写して描くなら誰でも描けると思います。なんですけど、その構図とかデザインを考え出したっていうことと、その時間とそういうものを考え出せるようになるまでに費やした年月とか労力とかお金だってかかってる場合もあります。どんなにシンプルでも複雑でもいいんですけど、そうやって付加価値がついたものだからこそ、そういった著作権に守られているのです。それじゃあインスピレーションを得て自分の作品に取り入れるというのはどういうことなんでしょう。誰かの作品を素晴らしいと思ったのはいいんだけど、そんな人の真似をするなんてってことに罪悪感を覚えて躊躇しちゃう人をたまに見かけますし、私もそんな風に思っていたことがあります。まあ真似をすることに躊躇するってことは、アーティストとしての誇りがあったり作品を作った人への尊重があったりするからだと思います。そんな人たちが躊躇していることっていうのは、ほんの些細なことで、さっき言ったパクリとか著作権とかってこととはほど遠いような、ほんと小さいことです。例えばこんな石に絵を描いている作家さんを見て、石に絵を描くなんていいアイデアだなと思うんだけど、石に描くっていうのは真似になっちゃうんじゃないかって躊躇してたりとか、そんなレベルのことなんですね。で、描くのはもちろんその石に描いている作家さんの作風じゃなくて、自分の作風でその石に全然違う絵を描くっていうことなんですよ。石に絵を描くことを考えついたっていうのはすごい頭がいいと思うんですけど、石に絵を描いてる人ってたくさんいます。キャンバスに絵を描いてる人を見て、キャンバスに絵を描くことがパクリだって思わないのと同じように、石に絵を描いてもいいと思います。その代わり、誰かがなんかある素材に絵を描いて、これに絵を描いてるのは俺だけだっていうようなアピールをしてたとしたら、真似しない方がいいと思います。あと真似するのでも結構緩いのが色ですね。ちょっとそのデザインを真似するっていうのはすごい似ちゃう場合があるんですけど、なんか色の組み合わせをちょっと取り入れてみる。例えばオレンジと紫の色合わせを誰かがしてるとして、オレンジと紫の組み合わせか、ちょっと自分もやってみたいって言って、自分のオリジナルの作風で紫とオレンジっていうのを取り入れてみるとか、そんなんだったら全然パクリに見えないと思います。
これはインスピレーションです。ただ一部紫とオレンジの部分があって形みたいなのが描かれていて、その形まで真似しちゃうとパクリに見えちゃうと思います。あとはモチーフですね。例えば黄色いクマさんの絵を見て、黄色いクマかいいなと思って黄色いクマを描いたとします。でもそのクマちゃんの絵が全然違かったら、たとえクマが黄色でも全然問題ではないと思います。だけどそのクマさんそっくりのクマさんで黄色じゃなくてグリーンだったとしたら、それはパクリに見えます。まあポイントの一つとしては、インスピレーションを得ても全く違う絵にするということです。その人の真似をしても良いかという動画で、私が自分自身の例を出してお話ししたんですけど、私が誰かが描いた白にムラのあるバックグラウンドがあって、そこになんかカラフルなモチーフが描いた、白地にカラフルっていう作品を見て影響を受けて真似をして描いたということを言ったんですが、白地にカラフルのモチーフなんて別に珍しくないアイデアです。ただ私があんまり使わない表現方法だということで、ちょっと影響を受けたというだけのことです。そのムラっていうのはどんなんだか忘れちゃったけど、私は全然違う塗り方をしました。それでカラフルなモチーフっていうのが描かれていて、私もカラフルなモチーフを描いたんですけど、私は全然違う色を使って全然違う絵を描きました。その絵っていうのは私がいつも描いている作風の絵です。パクリの他にパロディとかオマージュっていうものがあると思います。私はあんまりよくわかんないので、結構うまくやるの難しいんじゃないかと思います。なので感覚的にパロディとパクリの違いがわからなければ、やらない方が無難だと私は思います。今日はモラルとか尊重とかアーティストとしての誇りとか、ちょっと私の個人的な意見ばっかりだったんですけど、まあそういうのがあれば少なくともその法律に引っかかるようなことはやらないと思うんですよね。ちょっと今日話したポイントを4つにちょっとまとめさせていただきます。1つ目が、似てるんだけどちょっと違う程度ではまだまだパクリということですね。2つ目が、見た作品のシンボル的象徴的っていうか、すごい特徴的な部分ですね。そういう部分を真似したり取り入れたりするときは要注意ということですね。3番目は、アイデアを取り入れてもいいんですけど、その影響を受けた作品とは全く違う自分独自の作品に仕上げるということですね。4番目は、色を真似するっていうことは結構許容範囲が広いと思うんですけど、特にデザイン的な部分ですね、こういったものを真似するのは結構難易度が高いということですね。で、最後の4番目なんですけど、デザイン的な部分、キャラクター的な部分ですね。そういった部分を真似しちゃうと、少し似ているだけでもパクリと捉えられやすいと思います。シンプルなものほど難しいのです。さっきも言いましたけど、技術的にシンプルで誰にでもできそうなものっていうのは誰にでも思いつくような発想ではないからです。パクリに見えなくする難易度っていうのはかなり高くなると思います。なんか盗作とか著作権についてちょっと検索してたら、なんか有名な裁判の例が出てきて、ちょっと知らなかったんですけど、10年ちょっと前ぐらいの事件で、ミッフィー対キャッシー事件っていうのがあったみたいですね。ミッフィーちゃんって知ってますよね。これ著作権になるのか、ちゃんと、ああちょっと家にあったんですけど、この子。で、キャッシーちゃんっていうのはうちにないんですけど、キティちゃんの顔に、ウサギの耳がついてるみたいなキャラクターなんですけど、ちょっと面白いんで興味があったら検索してみてください。なんかね、サンリオの肩を持つとすればキティちゃんの猫の耳をウサギに変えたような感じで、ミッフィーちゃんを真似したようには見えないし、ミッフィーちゃんの方の肩を持つとすれば、まあ並べるとすごい特徴が似てるっていうこともあります。で、オランダで行われた裁判でミッフィーちゃんの方が勝ってるそうです。なんですけど、3月17日の地震が起きて、で、争っている両方の会社が裁判に使っているお金を被災地に寄付して、それで和解したそうです。サンリオの方ではキャッシーちゃんの使用を中止したそうです。なんかいい話じゃないですか、わかんないけど。で、さっきも言いましたけど、私が参考にしたウィキペディアと法律事務所さんのリンクは下に貼っておきます。興味のある方はチェックしてみてください。ミッフィー対キャッシー事件っていうのも検索すると2つ並んだ絵が出てきて面白いので、それも興味がある方は検索してみてください。ということで、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。